んにちは、関野です。今日は僕たちが開発にこだわっている SRS トップフォイルフィンを紹介します。今までに、この FCS 社と共同開発してきまして、このタイプ C とタイプ S、皆さんもすでに使っていただけましたか。で、今回開発したこの M フィンはすで、に今まで C フィンの方で、もちろん僕たちが開発していくときに一番大切にしているのはそのドライビング性とスピード性です。フィンを変えることによってボードが重たくなったりスピードがロスしたり、することを最も抑えて、いかに、そのボードに合ったハイパフォーマンスなフィンを、装着できるかということをいつも考えて行っています。本番に入る前にはもちろん何度も積層板から切り出したテストを行って、今回作ったのがこのタイプ M なんですけども、この M の特徴を話しますと、サイドベースについてはほとんど C タイプと変わらずに、ほんの1ミリ程度だけ、このベースを上げることによって、こちらのパワーサーフィンに対応できる、ベースを作りました。ただこの辺のフォイル、そしてカーブについては、あまり面積的にも変わらない大きさをとっていまして、これなぜ面積を変えないかというと、面積を大きくすることによって、ボードに対する、重みを非常に感じてしまうので、面積を変えないためのカーブ作りを今回こだわって作りました。特に僕たちのこの SRS トップフォイルのトライフィンは全てエンドフィンが小さく作られているんですけども、このエンドフィンを少し小さく目にすることによってスピード性をかなり上げることができます。特にこだわっているのはこの S ですけども、 S のスピード性は多分どのトライフィンに比べてもかなり高いもので、じゃあこのスピード性をいかに活かしたまま、こちらのパワーサーフ用のフィンを作っていかなきゃいけないかなと思った時に、今回こだわったのはここの R 部分でした。この R 部分を、かなり、いい形の R を作ることによってフィンの面積を変えずに、なおかつ、ドライビング性を上げるということに成功しています。ですので、今回のこの M フィンが若干少し面積が大きい、このベースが少しだけあるということで大波用に作ったとも言われていますけども、こちらはオールラウンドのパート2を目指して作ったものです。Cフィンのオールラウンドの千葉フィンはどこの波でも、いいパフォーマンスが行えることがもう証明されていたので、新しいスタンダードを作りたいなと思ったのが、このタイプ M で、こちらの R そしてフィンの、コンビネーションはどれを取ってみても、パワーサーフィンでもビーチブレイクでも楽しめる、スタンダードのパート2として開発しました。宮崎のリーフブレイクとビーチブレイク、どんな日のコンディションでも、楽しめるように作ったのがこのタイプ M です。